YouTube アニマルランドにようこそ。はい、 YouTube アニマルランドにようこそ。ですね、今早速、アレクサが、挨拶をしてくれましたけど、音の説明が見つかりました。まあ、歌とは声によって音楽での一つである。はい、ですね、名前喋ると喋ってしまうんで、言わないようにしますけど、この Amazon エコーなんですけど、これが今挨拶をしてくれました。ですね、まあ、これのプログラミングとかまた、いずれいつかやっていこうかなと思ってますけど、それはまあ置いといて、今日ですね、お送りするのはこちらなんですけど、まあ前ね、これの、動画配信してますけど、これちょっと改善しました。なぜかというと、これなんですけど、もともとねフィルターがこういうフィルターくっついてるんですけど、ここにね中に、これがですね、ちょっと見てもらうとこれね結構しっかりとして分厚いんですよ。これ分厚くてしっかりしているんで、確かにね粉塵とかいろんなもの入ってこないし、いろんなことには役立つと思います。ただですね、これなんですが、分厚い分ですね、この季節冬とかなんですけど、冬の場合、ちょっとこれ外しますね。冬の場合ですね、走ってると息の、まあ、熱で、まあ、外と中の温度差が非常に高いんで、熱とあと湿気ですよね、まあ、口から出てくるんで、もちろんあの湿度っていうものがあるんで、それが、この寒い空気に触れてベタベタになります。でだんだん本当にベタベタでかなり濡れてくるんですけど、最初のうちねはめて走ってても全然苦しくないし息もしやすいんですよ。ところがこれがしっかり濡れてくるともう息ができなくなってくる。だんだんですね、なんだろう、もうくっついた状態、もうこうなんていうんですか、息するとこう吸い込まれるじゃないけど、まあこれの場合あのこいつがしっかり横に引っ張ってくれてるんで、ベタッとね口にくっつくことはないんですけど、それでもねなんかこうちょっとこういう動きがするようになってくるんですよ、だんだん。けどね、まあそんな感じで、だんだんこの季節冬の場合はね、この分厚い、フィルターがちょっと、弱点になってしまって、非常に息がしにくい。だからやっぱりねこうちょっとこう上げてこう走りながらね上げてっていうかこう下げたりとかして、まあ、信号止まった時にとかやってやったりとか、そんな感じので使ってました。でちょっと、考えました。今ですねこれもう先ほど今この格好してるんでさっきまで走ってきてたんですけど、外の温度ね多分ね今1度か2度ぐらいだと思います。さっき走ってきて、もう今日ねすっごい下がるんで、この暗くなってからまたねマイナスに なってしまうぐらい寒いんで、まあね暗くなると撮影できないんで、暗くなる前にでも寒い時間にちょっと走ろうかなと、まあこれをねちょっと実験したかったんで、これで走ってみました。ですねこちらに入っているこの今入っているこの、フィルターになるもの、これ何かというとこの通常というか普通のマスク、こういう最近ねよくあるマスクつけてここの鼻のところだけキュッとつけるようなこういう感じのマスクね、これを使ってます。これねあの薄っぺらいんで、あの1枚ではなくて2枚構造ぐらいのやつなんですけど、これ50枚で何百円っていう感じで売ってる、あの箱で売ってるやつなんですけど、それを、
買っていつもうちでは使ってるんで、それでちょっと試してみようかなと思ってやってみました。でね、これをここにね、あの通気口があるんで、同じようにこれに合わせて、穴を2つ開けて、でここに装着してます。はい、それで走ってきました。走ってきたビデオ、ここにね流れてると思うんですけど、これが、なかなかいいです。これはねやって正解でしたね。寒いんで、これ今まだねかなりベタベタなんですけど、ここ中のこれね、特にわーって喋って唾が飛んだとかそういうんじゃないですよ。ペロペロ舐めたわけでもないんで、雨も降ってないし、今日はドライの状態ですね。そんな状態でこんな感じで、だからマスクがねの方がちょっとだけ大きいんで、ここにピョコッとかって出ちゃったりとかしますけど、まあこの辺はねこうやって押さえてこうやってやったり、まあただね走ってるうちにこう直したりとかして、ちょっと中に入ったりってとか、まあいろいろは起きるんですけど、あとまあこの生地自体がこれに比べて余計な部分っていうかねが多いんで、中でちょっとくしゃくしゃってしちゃうんで、ちょっとくしゃくしゃってしないようなアイデアをなんか考えないといけないなっていうのは思ってるんですけど、ただこれでね同じように、まあ外の粉塵とかもねだいぶ防げるんじゃないかなと思います。まあね、この普通のこのマスクがついてればだいぶいいんじゃないかなと思います。こんなに分厚くなくてもいけるんじゃないかなと思います。で走ってきたんですけど、こんな感じで苦しくないです。あのねうちの前の道っていうかね、裏の道なんですけど、そこのところずーっと下って今度登ってくる、だいたい一番強いところで 10% 近いところがあるんですけど、まあ GPS で測ったやつなんですけどね。で、でまあずーっと登ってまたさらに上まで上がって、またぐるっと下に降りてっていうのを何回かこう繰り返したんですよ。でさすがにね1回目来た時にもしかして怖いかなと思ってちょっと口出しちゃったんですけど、その後信号で止まったところでねパッとこうやって出したんですけど、その後ね信号から出発してこう戻して、それでもまだね息上がってるじゃないですか、ある程度だけど息できるなと思って、次もう1回そのコースチャレンジした時に坂上がってきて、今度信号のところでは外さずに行きました。大丈夫でしたね。結構まあいつもねタイムトライアルで1分何十秒で上がってこれるかなんてことをよくやる場所なんですけど、そこでやって、まあ良かったですね。結構ゼーゼーするんですけど、思いっきり超えてくるんで、つけたまま大丈夫でした。なんでまあこれよりもねだいぶいいなっていう気はしますね、こういう使い方で。ちょっと外しますね。それでねこれ中見てもらうとこんな感じになってるんですけど、やっぱりね形がいびつっていうか、まあこのマスクには合ってないんでちょっとぐちゃぐちゃしてくるんですよ。だからこの辺をうまいことつける方法を編み出せばというか、まあ上手にはめれば、まあだいたいこういう感じではめて途中で外したりしなければね、多分このままずっといけると思うんですけど、やっぱりね寒さの中走ってると途中でね外して鼻かんだりとかするんで、その時また元に戻した時にちょっとしっかり元に戻してあげるっていうことをしてあげないといけないかもしれないですね。あとはまあちょっとぐらいずれてるぐらい気にしないで
行くか、まあ、どっちかっていうところですね。このね、やっぱり外に出る時の空気はこう、なんていうんですか、抑えられてるんで、やっぱりこの弁がね、ちゃんと働く、見えるかな、これね、鏡、自分でね、鏡見ないと見れないですよね。この弁が吐くときはちゃんとパカッて開いて、で吸うときはパーッと閉まる。まあその時にね、全体が少しだけ、まあ柔らかい材質なんでね、動いたりとかしますけど、まあそれぐらいのね、まあこのマスク自体も空気の、遮断してる感っていうんですかね、そういったのはあるみたいです。だけどこれでね、濡れてきても同じぐらい、ほとんど変わらない、これで、息ができますね。そんな感じでちょっとやってきました。これでね、今まで以上、これだとね、やっぱり外すこと多かったんで、それよりも、安心して走れるかなっていう気はします。はい、こんな感じで走ってきました。はい、いかがでしょうか。まあ、こんな感じでね、この寒いの、本当はね、寒い、あまりにも寒いんで、今ね、ほとんど走ってないんですよ。特に今日走ったところもそうなんですけど、上にね、走ってると上に橋がかかってるとこ、横断歩道とか走ってるとこ、下ね、凍ってんですよ、バーンと。もう昨日一昨日と2日連続で雪降ってるんで、もうね、すごいですわ。もう横はね、もうこの映像見てもらうと分かるんですけど、もう雪がずっとこう山っていうかね、横の山のところに積もってるのは見えてると思うんですけど、そんな感じのところなんで、まあちょっとね、うちの近所っていうのは、ここからこの辺、名古屋とかそっちの方から来る方って非常にいっぱいいるんですけど、まあこのね、寒いこの季節ほとんどいらっしゃらないですね。そんな時期になってます。特にね、雪降った後なんで、まあ特にこの時期はあかんすわ、というような感じでなんですけど、まあ頑張って、ちょっとこの格好で行ってきました。あ、まあね、これにもう一枚着てるんですけど、まあそんな感じで行ってきました。はい、ではですね、今回は、これで、終わろうと思います。はい、非常にこれで使いやすかったです。はい、非常に参考になったなとか思われる方、良かったなと思われる方、このグッドマークでいいんですかね、このマークじゃないですよ、このマークね、をピッと押してください。あとですね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。本当にチャンネル登録していただけるとありがたいので、もう本当にチャンネル登録お願いします。ではですね、これで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなの、いやこんなの配信してます。ぜひ見てくださいね。